長官的と中間的っていう言葉も結構論文で使うかなというふうに思ってて、菅野仁さんっていう社会学者の方がこの長官的と中間的っていう言葉の作り方をにあのインスパイアを受けながらミーアキャット感っていう言葉をまあ作ったことがあるんですよね。でこれはどういうあの視点のことを言うかというと、当事者のまあ視点のことをまあ言うというわけですね。でこの当事者の視点としてミーアキャットの動物のイメージを当てはめるっていうのもなかなか面白いなというふうに思うんですよね。というのも当事者っていうのは言うまではなく鳥のこの目線上から見下ろすよっていうような視点ではなく、むしろ中間的なもの、この上からの目線がなくて、この同じその何ていうかな水平的な視点に終始するよっていう方のに近いっていうふうにまあ思いがちなわけですけども、ただあの菅野さんはまあジンメルっていうまあ有名なあの社会学者 の哲学を論じながら、実はあの彼にとって重要だったのはミーアキャット感だったんだっていうような話をしてるんですけども、そこで言いたいのはですね、つまり当事者っていうのはたまに立つんだっていうことを言うんだよね。つまり自分自身 の視点っていうものを一旦相対化するような中ぐらい その高さっていうものを持つ。でそれとミーアキャット の普段は地面を歩いてるんだけどもたまに立つよっていうのをかけてるんだよね、この言葉っていうのは。決して鳥のような目っていうものは我々個人は持てないんだけども、ただいわゆる虫の目で世界を見ているかっていうとそうじゃないと。たまに自分自身を立って自分自身を相対化したり、あるいはメタ視点で世界を眺めようとする、まあ、そういうことができるよということで、菅野さんはこうかな、いう人はまあ言っていてですね、ミーアキャット感っていうような言葉で当事者の視点を説明していたことがあって、これは非常にあの眼蓄に富んでるなっていうふうに今思うんですよね。まあ、特に今当事者の時代っていうふうに言われることが多くてですね、その場合の当事者っていうのは多くの場合中間的なものの見方を指すと、まあ、ここにあるリアリティっていうものをあの鳥の目では逃してしまうよねっていうことであの語られがちなところがあってですね、まあ、もちろんその指摘それ自体は、決して否定してはならない。じゃあここにいる人々がいつもここにいるのか、この地べたの視点にとどまっているのかっていうと、やっぱりそれは違うだろうとも思うんだよね。